富山県富山市。ここで事業体としては日本初となる公共自転車システムがスタートしました。この日行われたオープニングセレモニーには多くの市民が参加、機運を盛り上げました。愛称はアビレと決まったこの富山のシステム、30分までの利用を無料とし、関連施設からの広告収入や自治体の補助を積極的に活用するなど、これまであまり日本になかったビジネスモデルが採用されているのが特徴です。これはフランスのパリ市が2007年に導入して成功した公共自転車ベリブのシステムを応用したもので、運営するフランスの広告会社 JC 旅行が日本に支社を立ち上げ、ここ富山市での運営も手掛けるというものです。まさにベリブの兄弟ともいえるアビレですが、見た目もそっくり。それでもハンドルの幅を抑えたり、反射板を多めに装備するなど、日本の道路事情に合わせた工夫が施されています。利用するには月々の基本料や超過利用分を支払うクレジットカードなどの登録が必要ですが、借りる際はこうして専用カードをかざすだけ。しかし今回導入されたアビレは全部で150台、市内中心部に配置されたステーションは15箇所にとどまり、普及には今後いかに車両台数を増やしていけるかがポイントになりそうです。このシステムが動き出すと公共交通の利用者も増える。もっと驚いたのは自転車が売れるそうです。で、このシステム以外にも自転車を使う人が増えてくるということの効果があるそうでありますので、そういう意味では環境モデル都市として それなりにしっかりとした数値的な結果も出せたらいいなというふうにも思っている次第でございます。環境都市としてコンパクトシティ化と脱車社会を目指すという富山市。市内中心部を走る路面電車ライトレールはそんな環境政策のシンボル的存在ですが、公共自転車アビレもそれに続くことができるか注目が集まっています。